今年6月、多治見市にオープンしたモザイクタイルミュージアム。展示スペースではレトロな流し台やお風呂、そしてタイルを使った絵など、多治見市が日本一の生産量を誇るさまざまなモザイクタイルを見ることができます。そんなミュージアムの売店、ここに全国で人気沸騰中の商品があります。その名もカルカルブリック。一般家庭向けの商品で、見た目はレンガのようですが、部屋の壁などに両面テープで貼ることができるタイルです。大手通販サイトのタイルレンガの売上ランキングで現在1位を獲得しているのです。その人気の理由を探ろうとお邪魔したのは多治見市内の美容院。壁や柱に貼っていたクロスの代わりにカルカルブリックを貼ってみたといいます。私の好みになったのでものすごく嬉しかったです。見た目は重厚感が本当にあるんですけど、もう軽くて扱いやすかったので、全くの素人ですけどこんな仕上がりになったので、すごい商品だなと思って。この大ヒット商品を生み出したのが、多治見市に会社を構える玉川養業です。1957年の創業で従業員数30名、個人や業者に向けてさまざまなタイル製品を製造販売しています。カルカルブリックの仕掛け人が玉川養業の2代目社長中島武久さん65歳。28歳の時に父親から社長の座を継ぎました。カルカルブリックはどのように作られているのか見せてもらいました。まずは原料となる数種類の粉末を混ぜていきます。その中で軽さを実現するための鍵となるのがこちらの粉末。原料屋さんで我々の今目的とする製品、発泡するようにこう調合してもらった製品の、まあ、原料になります。地元が焼き物産地でですね、原料屋さんももう長くいろいろ種類作ってお見えになりますのでね、まあ、それを我々がまあ生かすと。そしてこちらは製造ライン。混ぜ合わせた原料をカルカルブリックの形にプレスし、釉薬で色をつけていきます。その後一度乾燥させて、最高1250度の炉の中で一昼夜かけて焼き上げていきます。商品作るにもやっぱりコストも安くしなきゃいけないので、やっぱり今までの同じものを同じ機械同じものを使いながら原料とか製品の作り方を少しずつ変えてですね、そこでよそにはないような差別化商品を作っております。一般的なタイルは焼くと凝縮して硬くなりますが、カルカルブリックは焼く前と後を比べると逆に膨らんでいるのが分かります。これを水に沈めると、なんと浮き上がってきました。これほどまでに軽さを実現したことが大ヒットにつながったのです。カルカルブリックの好調な売り上げもあって、玉川養業は今期過去最高売り上げを達成する見込みです。15年ほど前までは 100% 業者向けに商品を作っていた玉川養業。中島さんはそれをなぜ個人向けにシフトしていったのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。バブル崩壊した時はね、なかなかその商品は売れませんし苦労しましたけども、建築の方が大きく落ち込んできますのでね、もうどういう商品をやってもお客さんの方が反応してくれないと、同業者で、まあ、倒産廃業という方はねどんどん増えてしまって大きく縮んできましたね、あの頃からね。
何かやっぱり新しい市場にチャレンジしなきゃいけないなということで、時代の流れを見たんですけども、一般ユーザーには DIY のブームがあったし、建築の方もレンガのような古いような建物がいいとかいうことになったので、マーケットはどんどん変わってきますからね。そこでそのマーケットで必要とするものを見つけておいて、私どもは一つそれをどうやって作るんだということを作るまでは時間かかりますけども、それを一生懸命作っていく。製品ができてからは狙いは定めて、そのマーケットも見つけてますので、そこへ狙い通りに売り込みに行ったと言ったら、その通りに売れてきたということですよね。中島さんが海外進出のため新たに開発した商品を紹介してくれました。タイルが和風の生地で覆われています。ドバイの市場に向けた商品なんですけども、市場調べたところ日本の伝統文化そういうものがお好きだということが分かったので、古い着物を壊して装飾カバーとしました。今年5月にドバイの展示会で初めて披露、現在現地での販売代理店を探しているところです。国内市場はこれだけね、縮んでいく感じがするので、そこは新しい市場を我々どこかで開拓をしていかなきゃいけないと。我々の同業者はこれ美濃焼のタイル産業としてここまで生き延びてきたし、これからも生き延びていかなきゃいけないので、みんなが生き残っていくためには同じ商品を作ってしまうと競争になってしまう。ですからそれぞれの方がそれぞれ違うものを作っていけばみんなが生き残れると思うので、私はそう思って差別化商品、自分とこ独自のもので生きていけなきゃいけないというふうに考えてやっております。タイルメーカーは規模の大小にかかわらず、コスト削減から外壁への利用が激減してしまい、逆風の中に立たされています。業界の地盤沈下は激しく、厳しい外部環境の変化に立ち向かうたゆまぬ企業努力なくしては存続が危ぶまれる状況です。ご覧いただいた中島社長は、これまで対象としてこなかった個人客に向けて内装用のタイルを開発することでヒット商品を生み出しました。逆転の発想とたゆまぬ努力で新商品の開発に取り組み、自ら販路開拓に直接乗り出して運命を切り開いたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。